深夜の一口うどんツアー、本日は香川県民があんまり食べない香川県のお土産うどんを香川県の怪談師の皆さんと一緒に食べてみたいと思います。今日はですねノンストップクソアンドシガーさんのご自宅にやってきたんですけれども、このお家噂によると出るんですよ。出ます、ガチで出ます。ガチで出る、マジで出ます。ガチお化け屋敷ですね。今日はそんなところでね、うどんを食べてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日いろいろ買ってきたんですけど、おお、まずこれ、ね、日の出製麺所の、おお、出た、日の出ラーメン超有名で、境出といえば、境出ね、針屋のザルうどん、針あるんや、針屋のザルうどん、これを初めて見たんですけど、あとこれも超有名、山田屋、山田屋、出た、うまい、うまい。ぶっかけを落として、はい、山下うどん出た、出た、山下、こちら善通寺の、善通寺の山下じゃない、山下、で、まあ、この4種類のうどんをね、食べてみたいと思います、はい。で、あと、まあ、ついでにこの、日の出製麺所のいりこだし、ぶっかけ醤油絶対美味しい、プラス、安くなったちくわとか、あー、最高、かき揚げをね、あるかないか違うんですよね。4割引きついてからが勝負だ。そうなんですよ。卵が出た、刻み欠かせない。味の素、味の素、素晴らしい。すだち、すだち。生生姜。はい。間違いない。はい、オールスター。うどんのこうだしを割るためにこう一応色。いい。そちらの天然水は。そちら天然水は名前的に NG です。確かに。じゃあ早速これでうどんを茹でていきたいと思います。俺もちょっと温かいの食べよう。じゃあ温かいの食べよう。釜玉にするじゃん。釜玉しましょう。うわぁ、熱っ。それは熱い。日の出釜玉にしよう。ちょっと待って、全部入れました。こちらハリアの。こっちがハリアです。おぉ。じゃあ、おか13。ああいう感じやね。ハリアでも冷たいの食べたいね。ハリアはちょっと。いや、温かいのごめんねやな、そこ。あ、そうなんだ。柏ザルのイメージあるから、冷たいのしか食べないんだけど、温かいのも美味しいんだ。柏釜揚げも。あ、柏釜揚げってある、はい、あります。美味しいですね。あ、でも回ってる回ってる。回ってる。めっちゃ回ってる。お、いい感じで回ってますね。めっちゃ回ってる。こういう感じになったらね、いいよね。ていうか、これ大丈夫なの、こんな湯気ですね。タコパした時に。あ、そう。3人でここ座ってタコパした時に、うんうん、こんな感じ、湯気まみれになってて、見たらお湯が勝手に出てたとか。うん、それって、自分は触ってないけど。触ってない。なんか音がベコンって音がしてベコンって音がして何ってみたらお湯出てた、お湯出てた、そう、そうなんだ、そう、しかもここのドア多分叩かれてますし、ね、うん、そう、だんだんそうなの、めっちゃ叩かれてました。今んとこ全然そういう気配ないんですけれども、いや、3人でだけやったからねこの見た目の人たちが、ね、見た目の人って何今の声いいですね。どんぐらい、あ、そんなもん、そんなもん、こんなもん、日の出製麺所、いただきます。いただきます。おいしそう。ちょっとまず卵潰す前に卵食べたい。あ、ちょっと潰してもうたわ、これこれも。お土産って普段食べないんですか。うん、めっちゃちゃんとして、おいしい、あがった。じゃあ、いや、腰しっかりある、これ、あったらいいんだ。おいしい。うん、めっちゃうまい。ちゃんとおいしい。いや、ちゃんとうまい。めっちゃうまい。すごい。これ味の素とか一応買ってきたんですけど、かけなくても全然いけるぐらい。すごい。ね、ほら、ちゃんとコシがある。結構コシ強い、うん、うまい。しかもものすごく美味しくないあのね、ものすごく、ね、ものすごく美味しいよね、うん、黙ってしまう、まあ、うん、あなた早いね、あっという間なかった。僕はこれにもともとついてるぶっかけだしをかけて食べてみたいと思います。あ、薄めずにこのままぶっかけて、じゃあみんなが吸ってくれた大根おろし、うわ、いいね、かけできました。うん、そう、やった、うまそう、ぶっかけ、うわ、冷たいの、コシがあるね、わぁ、この、ちょっと見た目で言うとね、本当の日の出よりは細めなんだけど、うん、十分コシある。うん、全然違うんです、あったかいのと、あ、もう、あったかいのも美味しいんだけど、これもすごく美味しい。たまたまもね、結構ちゃんとコシがしっかり、これでも、だいぶ濃いめだから、おろしが正解だ。へぇー、すだち、おいしい、いい感じ、いい感じ、すごくでも麺がもうあってもなくなってたから早いな、ちくわ、早いよね、4割引きのちくわ、おいしい、いい仕事してる関係ないですからね、ハリアでおぉシンクがボコっていうのいいね
ハリアですね。これハリアです。うわ、もう麺が違う。絶対うまいやん。うわ、もう最高。いただきます。いただきます。これがハリア。ハリア、ハリアの大好き。リアノブさんがぶっかけ。そう、ぶっかけ。ぶっかけの、うん、と高木さんはもう、あの醤油でね、日の出の醤油で食べる。醤油で、これにね、生姜もちゃんと入れます。いただきます。うまい。お、笑って持ってるやん。めっちゃうまい。めっちゃうまいぞ、これ。さっきと全然ちゃう。お、これもちっと感でもこっちの方が強いな。うまい、うまい、これ。めちゃくちゃ美味しい、これ。醤油豚に美味しい。めっちゃうまい。うまっ。なんかもうちょっと角から立ってるのかなと思ったけど、うん、もちっとしてますね。ね。そう。わかる。こんな感じ。美味しい。うまい。うん。だしも美味しいね、これ。で、それでおろしにめちゃくちゃ合うと思う。これで店出せますね。うん。だから、だから。うまい。うん、正直舐めてました。いや、その、いや、そう。いや、俺も。お土産っていうのは。そう。何なの？お土産もんかよ、と思ってた。今回やっぱ。そう。うまい。うん、まだでも、あと2つあります。最高。2つあります。よかったです。多めに買ってきて。お家を探検してね。お、見ようかなと。高木家のツアーですね。うん、ここは映しちゃダメよ。これは映したい。モザイク。もう完全にパンツとか落ちてるから。寒っ。すごいこの寒さ。寒っ。すごい。家の中で外やん。うん、息白いよ。ピカピカしてんな。あの広い。うわ。え？これ？今ピカピカしてます。今めちゃめちゃピカピカしてんだけど。え、嘘。そういうのがあるんだって。出ました。今結構点滅してました。はい、もう早速出ました。うん、点滅したって。でもあんま映さんと置いてほしいもん。なぜだから、うん、映ってはいけないもんがテーブルの上に、うん、めっちゃ置いてあるやん。めっちゃ置いてあるやん。ダメ。2階もある。2階なんですよ。うんうん、あんまり行きたくないんだけど、階段喋ってる時に、うん、あの足音とか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 こっから、あ、これよく足音がするっていう噂の2階で続く階段。あと女の子が座ってたり、ね、ああそう。え、女の子が座ってたりするの？座ってたりするんだし、その岡山の友達がバーベキューの時に来てて、うん、トイレ貸してってトイレ行って戻ってきた時に、娘さんいるんだったらバーベキュー誘ってあげたらどうですかって。いないんだけど。怖いね。怖、うん。めちゃくちゃ広いじゃんこの部屋。そう、広い、うん、そう。いい部屋なの。いい部屋、ね。あかん。うわ。パンツが。足でペットした、まあ、足でペットした。違和感だから分かんない。ここが配信で、配信でよく使ってる部屋で、合わせ鏡作って、うん、あのコックリさんをやったりとかして。それ何してんやん。それ一人でやってんの？コックリさんってやったらいけないことっていうのが何個かあって、うん、はい、そのうちの一つが一人でやるのがいけないっていうのと、コックリさん、コックリさん、あなたは誰ですかって聞くのがダメな行為って聞いてたんで、うんうん、ここにスマホを置いて、うん、あ、スマホ、ここにスマホを置いて一人でやってたんですよ。本当にここで。びっくりしたんが、このやってる最中に足音がしだして、ちょっと指離せれんし、うんうんうん、誰か上がってきてるしみたいな状態で、もうそんな足音ぐらいじゃビビらへんでって言った時にパーンっつってこの割れたんですよ、この灰皿。本当に割れてる。信じる。そんなことあんの？笑おうって言ってびっくりして手を離す。そんなバカだ。むちゃくちゃやで、ほんま。でも特に何も起こりはしなかったけど、後で映ってんのかな。どうなんだろう。このうちいくらで買ったんですか？そんな言うわけない。100万です。100万。バカじゃない？わ、高くならんストーブがね、いい味だし。そういやストーブ。あかん、そこダメ。おい。ぶれ。ほんまに怒ってるやん。ほんまに怒ってる、珍しく。ほんまに珍しく。ここは開けたらあかん部屋。あかんの、あかんの。全然大丈夫。うわっって言うね。なかなかこれは高井さんの後輩ではできない。久しぶりにあんな大きい声聞きました。階段ライブでもあんな大きい声出さない。そうですね。次は何行きますか。次は山田屋。山田屋の。粉まみれのがいいね。やっぱこの半生うどん。半生からね。ちょっと、これが山田屋。山田屋の。すごい、すごい湯気です。もう山田屋でした。めっちゃうまそうだ。うわぁ、いいね。どうするで？終わったらかけだし。あ、でもぶっかけも70度あるんだ。あ、なるほどなるほど。これ半分だから4人ともいけるやん。うん、ちょうどいいやん。
まずだいぶ少なめや。いただきます。いただきます。はい、じゃあ健太郎くん、はい、9。はい、美味しそう。見た目の違いはわからんけどな、パッと見は。パッと見ね、うんうんうん、いや、めちゃくちゃ美味しそう。釜かけですね、これね。うまっ。うまい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 。じゃあ私もいただきます。これはね、だしうまい。だしうまいです。あの麺も美味しいけど、だしすごく美味しい。うわ、すごいね。なんだこれ、昆布カツオって感じじゃないですか。1個で、それで甘みがちゃんとあって、あ、確かに。そう、すごいいい甘みがある。だし美味しい。これかき揚げで食べるとどうですか？4万匹のカツオ。めっちゃ合う。これね、半分でちょうどいい。うん、一枚じゃないでね。うんうんうん、これくらいでちょうどいい。うまい。でもお店によって全然違いますね。全然違う。全然違いますね。わ、うん、かる。わかる。キキうどんできる。キキうどんできる。できるレベルで違う。うんうん。俺入ろうとしたら一瞬暗くなったから、パッと見たらめっちゃチカチカしてる。俺も意見はトイレ。今はしてないよ。今はしてない。そう、今はしてないんですよ。話しかけたら答えてチカチカするみたいな。ちょっと俺もトイレ行くやめるわ、やっぱり。どうするの？話して。怖いな。してよ。したらいいや。もうほんまに球が切れる感じじゃないやろ。そう、高校は全然普通に。うん、今カメラ回っとるからさ、ちょっと、うん、緊張した。緊張されてるんですかね。いるよね。なんか話しかけたらチカチカするときあるんよ。え、山口話しかけてみてよ。うわっ、うわ、怖いって、怖いって今のは。話しかけたら近くするよ。怖い。今のすごいや。え、ほら、もうこういうのあるんすよ、ここマジで。うわ、怖い。楽しい。別に切れる感じじゃないやろ。ない。ちょっとやめようか、これ以上やると。うどん、あ、うどん、うどん食べよう。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 気を取り直しまして、最後のうどんは。最後、山下うどん、ぶっかけ。ぶっかけ。いいですね。ありがたいね。カップ麺。すげえ、山下うどん。めっちゃある。大盛りですね。おぉ、まあ、そう、こういう感じでやっぱりうどんが踊るんですよ。うどんのシャルビーダンス。あ、重みが全然違え。むちゃくちゃ多いな。めっちゃ多い。ちゃんと4人分。うどん屋のあれでいいですか。あ、うん、やったやったやって。あ、出た出た。うどん屋の一玉。あ、おぉ、あ、すげえ。身が美しい。それがぶっかけ、ぶっかけ。これおろし乗せると美味しそうだね。うん、じゃあいただきます。はーい、いただきます。美味しそう。なんか喋ってください。え、うまいと喋らんの。いや、美味しいね。うまい、すごい。コシ、いや、ぶっかけってこれやなって思うね。うんうん、ちゃんとコシがある。ほんと、うん、すごい、ね、これは噛み応え抜群ですよ、うん、マジで。おいしい。おぉ、すごい。いいね。だしはどうですか、だしは。だしも、うまい。ちょうどいい。うん、もうちくわが絶対合う。半額ちくわ。半額ちくわ。ディップしてね。ね。ディップして。もうこれ基本だよね、香川県。ね。うん。いただきまーす。これもう箸で持っただけでコシがあるか分かるわ。うん、すごい。うまっ。お店のうどんだね、ほんと、これ。おろしも。これおろしが超絶合いますね。このだしにもう最高にフィット。やばちゃった。早いよね。すごい。醤油でね。麺だけね。醤油もいいねこれ。こう卵ね。これはね、味の素あっていいと思う。ちょいちょい、秘密の粉なんですよ。あ、うまいわ。醤油いい。お土産うどんたくさん買って、うん、違う店の出汁をコラボさせるのはね、いいですね。
なるほど、うん、僕も醤油入れました。うん、いいよね、おいしい。大事なものね、かけると負けますよ。とあるうどんヤクザが言ってたんで間違って、おめちゃくちゃかけてます。めっちゃ入れるやん。間違って俺かけるんですよ、こういう風にして。卵やっぱね、最高やからね。うまい。腰に締め上げられてますね。腰に締め上げられてる、喉が。いただきました。いけてる不安になってるやん。いけてるで。でもどれも総じてクオリティ半端ないですね。ね、うん、高かったですね。すごい。侮るごとなかれ。ほんとね、そうそう、パッケージだけ違うんで、うん、中身一緒だろ。はい、わかるわかる。ね、全部利きうどんできるぐらい。できる。違うよね、キャラクターが全然違う。そう、今度やりましょう。利きうどんチャレンジ。まあ確かそれもいいかもね。あのラベル何も見なくてね。はいはい。鍋がたくさんいますね。この家でやったらもう全部湯気になっちゃうけど、自分の好きな店と、うん、他の全然関係ない店で自分の好きな店を開けて。おお、それ面白いね。そしたらね、みんなもう一回出れるから。確かに。なるほど、面白い意味です、ね。はい、というわけで今日はお土産うどんを食べてみようのコーナー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。さよなら。さよなら。誰に誰に言うか分からんから。